常総市のシンボルということでここ豊田城へやってきました。それでは早速展望台へ行ってみましょう。はい、展望台にやってきました。ここの高さは 43.8m ということは常総市で一番の高さですね。いや、それはちょっとわかりません。どういうことですか？はい、それではここシティハイツにやってきました。うわー、ここも高いですね。それでどうやって測るんですか？これでお願いします。これですか？下に千姫ちゃんも待ってますんでお願いします。それでは測りますよ。 31.5m ということは豊田城が一番ですね。いや、他にもあるかもしれないですし。それじゃあどうするんですか？どうしましょう。豊田城が一番高い。常総市の一番高いところ豊田城にやってきました。わあ、すごくいい眺めですね。天気のいい日はここからスカイツリーが見えるそうですよ。それでは一番高いところならではの企画を紹介していただきましょう。ひょっとしてまた何も考えてないんですか？高いところから何が見たいかって？もうすぐ正月だし、やっぱりご来光でしょう。スーパームーンが見たいです。どうするんですか？いや、ご来光って話は分かりますけど、早朝ですよ。ましてや2月のスーパームーンって真夜中ですよ。やりたくないですよ。例えば SNS に載せていいねが100以上集まったらやるとか。それって来ない場合もありますよね。ならいいです。やってみます。ということで、平成最後のお正月のご来光、そして2月のスーパームーン、この2つの景色をここ常総市で一番高い豊田城から見てみたい人はぜひいいねをお願いします。お待ちしてます。